ピロホー、ありがとうございます。中野とピロリチブロって応援チャンネルです。こんばんは。というわけでね、今日は、今日7月12日はですね、このチャンネルをね、立ち上げていただいたピロイさんの誕生日です。おめでとうございます。おめでたいです。すいませんね、ありがとうございます本当に。いやー、そんな日にロッテ勝ちましたよ。ピロリさんのための勝利と言っても過言じゃないんでしょうか。7月12日金曜日、ロッテ対、オリックス1対0で、ロッテの勝利。ブラックサマーユニフォーム初戦ね、大勝利ということで。いやー、まあピッチャー陣がね、小島投手、まあ須藤さんはすごい素晴らしかったですけど、増田投手粘りましたね。何度諦めね、もういつ諦めてもいいような展開ではあったんですけどね、よくこの1点をね、まあ、その1点もね、泥臭く明暗の足でね、まあ、明暗の足と、まあ中村選手はそれね、掴み取りましたね。いやー、なかなかね、大変な試合でしたね。ね、初回はね、モージーが調子いいんだか悪いんだか分かんないけど、初回太田選手にね、ワンアウトがヒットを打たれたんですけど、西川選手の時に太田選手、これエンドラン分かんない、空振りして、太田選手は二塁で刺されました。投手君ナイス、ね、ボールでしたね。ただまた西川選手はヒットを打ってみたいな、まあ、最後、森選手はセカンドフライだったんですけどね、ちょっともう初回に2安打打たれます、ね、逆に初回ロッテね、曽谷選手から先頭オカピーが2-3からフォアボール選びね、藤岡選手も2-3になったんですけども、最後ね空振り三振でオカピーも盗塁したんですけど失敗というとね、これちょっと痛かったですよね。まあその後トシ君がヒット打ったんですけど、外選手ライトフライという、これもいい当たりだったんですけどね、まあ、ちょっとお互いちぐはぐな1回だったかなと。そして2回ね、ワンアウトからトム選手ヒット、そして杉本選手デッドボールで、今日ね、今シーズン初の1軍の大城選手が初球をね、ライト前ヒットで満塁、ワンアウト満塁でね、うわー、嫌だなと思った若月選手だったんですけど、ここで、ね、空振り三振、そして福田選手はショートゴロということで、よくここも抑えましたね。そう、そして、3回もですね、太田選手、まあ、王子、太田選手と相性絶対、ね、なんかホームラン、去年でしたよ、打たれましたもんね、相性悪いんですよね。で結局、粘られて、フォアボール、でもいいスイングしてるんですよ、太田選手が。なんかすごい打ちそうなスイングしてるから怖いは怖いですけど、先頭にフォアボールでうわーちゃーと思ったら、まさかの西川選手がね、初球でダブルプレーということで、野球とは、ね、野球とはって感じですね。そう、そして3回裏、ワンアウトからオカピがセンター前ヒット打ちます。しかし藤岡選手、見逃し三振で、トシ君はキャッチャーゴロということでね、なかなかね、お互いね、お互いですよ。で4回ですね、2アウトになったんですけど、中村選手の、まあ、いい当たりだったんですけど、レフトフライ、もうレフトフライになるだろうなって、まさか西川選手が土手に当てて落球で、これ2塁かランナー2塁ね、これはちょっとラッキーでした。そして高尾選手がね、ファースト正面の当たりだったんで、ちょっとファーストの頓宮選手かな、ちょっと後ろ目にいたっていうのもあるんですけど、これがねまさかの内野安打になります。そして二塁ランナー中村選手がホームへ走ってて、曽谷選手がね、カバーに入った曽谷選手がホーム投げたんですけど、もう焦っちゃってワンバンになって、これで1点入ります。これはでかかったですね。そしてその後ね、5回はオジーが三者凡退に抑えますね。素晴らしい、まあ、ロッテもねその裏結局4人でアウト。そして6回ですね、西川選手がヒット、そして森選手がライト前ヒットで1、2塁ノーアウト1、2塁ピンチだったんですけど、クレバヤ選手で空振り三振、これ最後まっすぐね、真ん中ではあったんですけど、このなんつうか球の勢いがすごかったですね。で、トング選手はいい当たりだったんですけどね、初球ね、これレフトオカピー正面でレフトフライ、そして杉本選手フォアボールでまた満塁なんですけどね、最後大里選手たまんないストレートアウトコース来ましたね。これは素晴らしかった、最後ストレート見逃し三振。そしてね、7回もね、もうこの6回の時点で100球超えていったんですけど、7回も落ちていって、ここを三者凡退で抑えて、これは素晴らしいピッチングでしたね、7回。7回裏はね、逆に2アウトから、和田君がレフト前ヒット打って、
オカピがね、パルプンテヒットを打ったんですけど、最後藤岡選手は空振り三振ということで。もう1点惜しかったですけどね。で、8回、鈴翔さん出てきて、先頭西川選手ね。2球目かな。ワンボールから2球目、ちょっと高めのアウトコースだったんですけど、なんか審判の方ストライク取っていただいて。ね、西川選手はちょっとびっくりして、僕もびっくりしたんですけど。まあでもこれはありがたかったです。その後、アウトコース2球ともめちゃくちゃいい球で見逃し三振。そして森選手、三塁ファールフライ、中村選手がね、まあフェンス結構ギリギリだったんですけど、これもね、あの最後、スライディングキャッチしながら取って、ナイスキャッチでした、ね。これツーアウト。そして紅林選手をショートボールということで、鈴翔さんは素晴らしかったです。鈴翔さんは待ってくる。みんな素晴らしいんですけど。そして9回、増田選手が出てきまして、先頭トム選手にライト前ヒット。わーって思って。杉本選手ね、三振に取るんですけど、この最後の球が、ね、ワンバウンドして、トシ君がね、ちょっと弾いてしまって、これでまさかの一塁ランナーね、ダイソーの渡辺選手が、三塁に行ってしまい、ワンアウト三塁という大ピンチを迎えます。1点差。そして宗選手ね、ツースリーまで、ノースリーかツースリーまで行くんですけど、最後、フォアボール。ワンアウト一三塁。そして、代打セデーノ選手。いやー、これね、ツーボールになったかな、ツーボールかな、なんか2球続けてね、空振りしてくれて、ボール球を。で、ツーツーになって。で、5球目ね、インコース。めちゃくちゃいい球いったんですよ。ストレート。ストライクだろうと思った。ボール。これはびっくり。これは全然ちょっとね。ただ、やっぱ、増田選手さすがだなという、この後の球でね、最後空振り三振取ります、セディーナ選手。そして最後、福田選手ね、ライトフライということで。勝ちましたよ。まあ、前回、前回って一昨日ね、楽天戦は18点取ったんですけどね。まあ、今日は、まあ、曽谷選手が、まあ、最初ね、ちょっと荒れてはいたけど、やっぱ、ああいう投手、ロッテ打てないだろう、打てない、打てない感じが出ててましたけど、本当打てなかったな、っていうの。ね、ありましたけど。まあ、なんとかね、ロッテ、ピッチャー陣が本当素晴らしかったです。まあ、どんな形であれば、もうね、まあ、勝つのはでかいし、初戦ですしね。そう。まあ、なんとか、1位に食らいついて、行ってね、もう、勝つしかないんだよ、本当に。頑張って。まあ、初戦勝ったのは本当でかいんで、明日、明後日、なんとか頑張って、行ってほしいです。まずはね。というわけで、長門ピロリ、千葉ラトワインチャンネル、ピロリさん、本当におめでとうございます。そして明日、4月13日、ロッテ対じゃない、ロッテマリーンズ、千葉ラトの、オフ会がね、ありますんで、概要など多分、載ってます。よかったらね、お席はありますので、見に来ていただけたらね、その、1時から、新宿でね、1時からあるんですけど、それを見た後でも、球場とかの行ける時間帯なんでね、そう、ぜひよかったらお願いします。というわけで以上、中野ピロリ、千葉ラトワインチャンネルでした。マリホー、ピロリさん、誕生日おめでとうございます。